품바퀴 가족 미나 사마 곤니치와 품바퀴 데스. 품바퀴 채널와 한국인 저는 한국인입니다. 한국인과 한국 코스메오 세분 분석시 세분 요크 효과는 아루 한국 코스메오 주다에루 채널 데스. 마다 치사이 효과를 간지れる 스킨케어 라인도 한국 칼라 코스메모 주다에테 이마스. 스킨케어와 구찌코미데와 아리마센. 코스메와 세분 데스. 모 구찌코미데 실패する 스킨케어와 야메테 세분을 믿테 에라비마쇼. 품바퀴 가족 미나사마 곤방와 품바퀴 데스. 今日 소개するのは 秋 冬の 保湿 스킨케어 데스. 이치방 사이쇼니 누르노와 품바퀴 보나주르 콜라보 도뉴액기 데스. 今日から 사이한시때 보나주르 큐텐 고식 쇼프데 한바이시테마스노데 제이 상코니시테쿠다사이. 코노 도가데 코노 도뉴액기니치이테 모토모 구아시쿠 세치메시테마스가 간단히 세치메시마스. アクアポーリン角質層に存在する水分通路を開いて次に塗る化粧品の水分や栄養を通りやすくしてくれるのがこの導入液です。では一番最初に導入液を塗ります。普通に使うとしたら1プッシュから2プッシュで大丈夫です。 敏感になった肌を落ち着かせる歯科成分も粉末でしっかりと入れてますので、ニキビ肌、急な肌荒れにもとっても良いです。次に弱酸性ですので、アルカリ性洗顔料を使う方にもよく、ニキビ予防にも良いです。塗ってはスッと吸収されて、ベタつきの一切ない導入液です。 香りはほのかに甘い香りがします。次に塗るのは化粧水ですが、お持ちの化粧水でよくセブンスキンするのをおすすめします。セブンスキンに向いてない化粧水はバハアハパハラハ成分が配合されている商品です。バハアハパハラハは角質ケア機能もありますので、セブンスキンすると本当に刺激になってしまいます。 ですので、角質ケアができる化粧水でのセブンスキンはおすすめしないです。今日持ってきたのは、プンバキ家族が一番たくさん持ってると思うイソルを持ってきました。セリマックスのノニ化粧水、アノはシラカバ化粧水も良いですので、参考にしてください。イソルの隣は天然保湿因子成分、アミノ酸が17種類配合されています。 私たちの皮膚、天然保湿因子40%はアミノ酸で構成されています。アミノ酸が17種類も配合されている化粧品はなかなかないです。もともと肌に存在する成分を塗るわけですので、肌過敏反応をなく塗ることができ、肌を本当にしっとり滑らかにすることができます。それにアミノ酸はコラーゲン生成に役立つとともに、 エラスチンの弾力を強くしてくれます。イソルはアミノ酸と4つのペプチドが配合されて、肌弾力にもよく、チェーン肌使っても大丈夫です。パンテノルも 10% 配合されてます。パンテノルは角質層を強くして、角質層保湿に良いです。パンテノルはとっても良い成分ですが、パンテノルが合わない方には、ヒリヒリする場合もありますので、参考にしてください。では、使用感です。 とろみのある液体が入って、とろみがあるからベタつくかなと思うかもしれないですが、塗りますと全然ベタつかず、塗ってはスッと吸収されて肌がサラッとする化粧水です。香りはないです。 次に塗る美容液は高保湿アンプル、セリマックスノーニアンプルです。ノーニはシワ改善にも良く、肌鎮静にも良いです。そのノーニが71.77%配合されています。
セリマクスのノーニアンプルはベタつかないが保湿力もとっても良いので秋冬スキンケアにも取り入れてもらいたいです。ノーニアンプルの代わりにミグハラウルトラホワイトニングパーフェクトアンプルでも大丈夫です。では塗ります。人工色素ではない緑の液体が入って塗りますとベタつかないが塗った後肌が本当にしっとりするアンプルです。香りはローズマリーの香りがします。次に塗るのはエストラアトバリア365クリームです。秋冬は季節の変わり目で肌が乾燥する時期でもあって角質層が崩れやすい時期です。ですので秋冬にはアトバリア365クリームをおすすめします。おすすめする理由は角質層に存在する脂質間細胞の間には角質間脂質が存在します。その角質間脂質はラメラー構造になってます。その角質間脂質ラメラー構造を再現したのがこのクリームです。ラメラー構造についてはこの動画で詳しく説明してますので参考にしてください。まだ秋冬にはオイルを活用してほしいのでこのクリームを塗る前に OGI エッセンスを塗るかお餅のオイルをクリームと混ぜて使ってもらいたいです。 OGI のエッセンスについてはこの動画で詳しく説明してますので参考にしてください。ではクリームを塗ります。クリームの中にはこういう風に白い粒が入ってます。この白い粒をきちんと溶かしてから肌に塗ってください。香りはなく夜塗って寝ると次の朝までしっとりするクリームですのでとっても良いです。秋冬スキンケアラインはここまででお知らせがあります。動画はできるだけ水曜日土曜日にあげようとしてますが9月10月は曜日を決めずあげることが多くなると思います。その辺理解してもらいたいと思います。明日土曜日の動画はないですので参考にしてください。ではこの動画が参考になった方少しでも良いなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。